久保田昌司6月2日から1947年12月26日は昭和期の作詞家。別名、ペンネームとして、水、久保博史、砂原鹿郎が確認されている。岡山県高橋市備中町出身。寺の長男として生まれた。陽名は吉尾。岡山県市範学校卒業。いくつかの教員養成課程で研鑽し、若くして主席訓導まで進んだ。 小学校教諭をしながら、地元の青年たちの試作の指導をしていた。岡山青年の支部門の選者を務めた。久保田昌司の童謡記念碑、昭和の子供、大正の終わり頃、中央師団の野口宇宙などの勧めもあり、上京。後に、昭和6年コロンビアレコード入社、はじめは童謡を作詞し、新民謡運動にも力を注いでいたが、流行家作家に転身し、 コロンビアレコードの専属になってからは、本当にそうなら、夕日は落ちて、赤木しぐれなどのヒット曲を作詞。昭和15年には、コロンビア社退社。一方で、作曲家に比べて、低く置かれていた、作詞家の地位向上に勤め、大日本音楽著作権協会、日本音版芸術協会の常務、常任理事を引き受け、著作権確立に生涯力を注いだ。 昭和62年5月4日、没後40年を期して、出身校でかつ教諭も務めた、旧、布瀬小学校跡地に、久保田昭治同様碑が除幕された。昭和の子供の歌詞を刻んで、昭治の肖像のレリーフがはめ込まれている。設計、彫像、宮本隆千文、山本伊太郎、記号、高見俊一。 ABC キビロ文学館文学者紹介、久保田昌司、ありがとうございます。